か出てこらすかな。お、いや、ギャン建物この間行った時なかった。なんだろうか。おはようございます。これは何が作りようになったですか。わかりません。え、わかりません。えらいなんかモダンな建物ですね。これはあの大学の福和大の先生の考えです。そしてこれなんか、なんか窓かなんかすっとですか、これ。そもそも格好よくなんか見せるっていうか、なんかそれだけじゃなかったですかね。ここに木が1本あって、あ、苔木場を言ってですか。らしいです。なんかモダンですね、デザインがね。寒いと思うね、大工さん大変。これな、主にここは何場するとかわからんですか。いや、観光協会、高森の観光協会。大変ですね、サミーバッテンが。頑張らせてください。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。いや、観光協会か。今ここを通ったらえらい無駄なやつがいつの間にか出てとるけん。これな、駒大の学生やらが来てかんな。うん、どうしたんだ。えらへぇーと言いました、先生が。で、あの酒とかね、はい、いろんなもんも多かった。で、こう、マスマスやる。あ、そう、飾り棚の、そう。あら、こじゃれた感じですね。で、駒大のね、学生と先生と来てかんこと、あとみんな、いろんなのやってました。あ、学生たちも一緒に。そう、熊田屋も入ってて、なんか高校からね、喋るもんが来てじゃないかな、こんな感じ。全部いろいろ、もういろいろ海外から来てるのに。うん、私にごたくでいかんですね。私、英語も何も喋りたい。お前、顔でかばさ。顔でカバーできるもんなら分かるんだってね。だいぶ私が言ったんですけど、大丈夫ですかね。もうでも見た目はまだ分かると。あら、あ、今日何も持ってきてもらっちゃった。あ、いや、しまっとった、しまっとった。ここは何だろうか。カモン、カモンさん、日替わりランチありまして。何ですか。今からどこさん行きなんですか。私は歯医者さんに行きます。歯医者さん、どこの。片山さんまで歩いていきなっと。はい、そこ分かったら。ああ、4、5分で着けますから。うん、私は中華電車で行きますけどね。やっぱ歩かない感じですもんね。いや、まあそういう意味でもないけど、こっからですから、ね、まあ曲がったらですね。ねえ、はでば飛んごつしてください。ありがとうございます。はい、な、気をつけて、お母さん。はい、どうも。はい、いってらっしゃい。元気がいいな。私より多分シャンシャンしとらすかもしれない。